今日はこの鉄のフライパンを使いまして、火加減を変えたらどのような焼き上がりになるのかっていうのを検証してみようかなと思います。卵と豚の生姜焼き。これ手をかざしてると、ここに手かざしててあったかいんですけど、外からの熱気じゃなくて鉄のフライパンからの熱気が感じるとキムキムしてくるので、そしたら油を入れる。熱すぎると卵が焼けちゃうので、ちょっと弱めますね。焼く。これ良さそうですよね。両面焼きしないで片面焼きで終わらせようと思います。じゃあ次は鉄フライパンを十分に熱さないで、油もテフロンのように少しだけ垂らして、それで目玉焼きを焼くっていうのをやってみたいと思います。で、すぐ火をかけて、まだ外側からの熱のみ、あ、少しとか言っていっぱいやっちゃった。で、まあちょっとこんな感じで、ちょっと多めに油しちゃったんですけど、ちょっと行き渡らせーの、温まってない状態で投げ込んでみる。ちょっとだけ火を強めてみる。ちょっと油を結構垂らしちゃったんですけど、くっつくのかな。美味しそうなのはちゃんと熱してからかな。からかな。こうカンカンに熱した時にどれくらいこびりついてしまうのかっていうのを、せっかくなのでもう卵でいってしまおうかなと思います。フライパンが熱くなったので油を入れて、この状態で卵を入れる。そしてちょっと今回は強火のまま行ってみたいと思いますね。強めすぎても焦げついてしまうはず。なんかもう匂いも全然変わってくるし、こう滑りも良くなくなっちゃうし、さっき強火でやったやつ
って焦げてしまうので、今度はあの豚の生姜焼き、美味しく焼きましょう。じゃあ火を入れます。でやっぱこの時点で手をかざすとあったかいんですけど、中心から来る温かさじゃなくて、こう周りから、こうフライパンの周りから回ってきた熱さだなっていうのを、こうだ近づければ近づくほど熱くない、まだ鉄フライパンが温まってない熱さです。あ、熱くなってきた。で鉄フライパン熱くなってくると、やっぱどんどん近づけることができなくなる。そうするとモワモワモワってやってくる感じですかね。でこのままもう強くいっちゃうとお肉がやばそうなので、これでいいかなと思います。はい、ピッチ忘れた。あ、いい匂い。豚の生姜焼きを強火で焼いてみる。そろそろ温まったので油を入れたいと思います。これくらいでしょう。これで少しだけね、お肉焼きますね。これくらいで焼きます。ここね、わー焦げてきた、わー焦げちゃった。もうなんかで中に火が通ったかなと。この目玉焼きの方が、これが良い目玉焼き。これがなんかテフロンと同じように、もう火をつけてすぐ卵を投入した目玉焼きで、これが火をガンガン強いまんま、強めの中火ぐらいでずっと焼き続けたやつって感じです。これが一番美味しそうで、こっちの出来はなんか白身が黄色い。これは焼いてる最中から焦げ臭かったので、焦げてますこの辺って感じの目玉焼きです。でこっちが豚の生姜焼きなんですけど、やっぱこれは焦げすぎですよね、火が強かったやつ。まあ、ちょっと食べてみます。思ったよりは焦げつかなかった。これも食べてみます。こっちの方が美味しい。やっぱなんだろう、玉ねぎの甘みとかそういうのがすごく残ってる。うん、ちゃんと火加減考えて焼いた方が、お肉の旨味とか玉ねぎの旨味とかそういうのがすごくこう残ってる感じがします。すごくちゃんとなんかね、お料理になってる味が。もう一回こっち食べる。なんかこっちの強火でガーって焼いたのは、アウトドアで鉄板で焼いた感じ。すごく美味しいです。目玉焼きいってみます。
ね、これはもう明らかに焦げてたんで、匂いが味も多分焦げっぽいと思うんですけど、こんな感じ、焦げの味、強火でやったやつ、あの白身しか食べなくてすいません。これ美味しく焼けたやつ、メーラード、メーラードハンド、メーラードハンドという言葉を覚えてちょっと戦闘力が上がった、 HP が多くなった感じ。これ綺麗な綺麗な焼き色、目玉焼きとして美味しい。気になるこの味、テフロンのフライパンで焼いた時は白身がとにかく美味しくなかったんですよ。でおそらく低い温度で加熱したりとか、まあちょっととりあえず食べてみます。やっぱ白身はレンチンした卵みたい。